前線に上げていきます。久保が行く、流れたボール、ガブリエル、こぼれて詰めていく、ゴール前、どうだ、クリア、これも拾います、矢沢、シュート、ディフレクションがあって入りました。いきなり先制、相模原、開始30秒で先制です。幸先よく先制点を取りました、ホームの相模原。こぼれ球拾って矢沢が決めていきました。リプレイです。梅井が上げたボール、ボールが流れてジョン・ガブリエルのこのクロス、キーパーが弾いたボール、久保が詰めてそのクリアボール拾って矢沢のシュート、ディフェンダーに当たってそのボール